こんにちは、広瀬真希です。今日は少し前に紹介した動画の中にも出てきたと思いますが、ダイソーで買っただし巻き卵のメーカーを使って、今日はだし巻き卵を紹介したいと思います。では作っていきます。まずこれがだし巻き卵の容器で、ここがよいしょ、取れ、外れます。カポン。でこちらの外側の容器に大さじでお水を1杯入れて、卵を1個入れます。見えるかな、よし、はい、卵が1個入ったら白身を切るようにしてかき混ぜます。お水が飛んじゃった。白身が切れるようによくかき混ぜました。そしたらこのままの状態で電子レンジで40秒加熱します。見えない、ここだ。電子レンジで40秒、ここに書いてあります。今は1番が終わって2番です。はい、40秒加熱して少し固まりました。ここに和風顆粒だしを小さじ3分の1約 1g 入れます。はい、そしたらよくだしをかき混ぜて、でまたこのままの状態で40秒加熱していきます。3番。はい、だしを入れて40秒加熱してきました。いい感じ。ここに上の押し型を静かに入れて、横をクリップがあるので止めます。はい、この止めた状態で約1分待ちます。それが4番です。1分待っている間におさらいをしていきます。まずカップに大さじ1杯のお水と卵を入れて、白身を切るようにして混ぜる。次にラップをしない状態で約40秒レンジで加熱する。次に和風顆粒だしを小さじ3分の1約 1g を入れて混ぜて40秒加熱する。はい、次に押し型を静かに入れて、横のクリップを止めて1分待つ。たったのこれだけでとっても美味しいだし巻き卵ができるんです。もうできたかな。ちょっと開けてみます。どうかな、よいしょ、ちょっと熱い。
よ。卵の大きさにもよるのかもしれないんですが、ちょっと上がただの入り卵、下に形ができてるか、もうちょっとやった方がいいと思う？翔士くん、はい、もうちょっとやった方がいいかな。もういいかな。いいんじゃないか。いいんじゃない。いい？じゃあちょっと開けまーす。ドン。オープン。やっぱりね、ちょっと卵がねちっちゃかったかも。本当はもうちょっと綺麗ななみなみが全部に行くんですが、一箇所ちょっと欠けた感じになっちゃいました。まあいっか。これで出来上がりなので切ります。わっ、ふわっふわ。ちょっと待って、ふわっふわ、いい感じ。こんな感じにできました。おいしそう。それでは出来上がりです。ダイソーのレンジで簡単だし巻き卵できました。完成です。できました。ダイソーのレンジで簡単だし巻き卵です。それでは早速いただきます。どうかな、ちょっとだしのすごいいい匂いがする。いただきます。ちょっと熱いかな。うんうん、熱い熱い熱いや。うんうん、だしがしっかり効いていて、うん、卵もふわふわでとっても美味しいです。うん、これなら翔士くんも大喜びだ。今日はダイソーで買ったレンジで簡単だし巻き卵の紹介でした。さよなら。翔士くんも食べる？はい。翔士くんにはあげないもんね。レンジとこの容器だけでとっても簡単にできるので、小さなお子様やお年寄りの方でも楽ちんでだし巻き卵作れちゃいます。よかったら試してくださいね。さよなら。